タイム。おロイットタイム。あの、うん、サインをパンフレットに、うん、やった、うん、あれ、そういえば、いつも結構書いてるよね。あ、はい、じゃあ、あれを書けばパンフレット作ります。はい、ありますはい、あります。すいません、急にタイミング。そのまま取っちゃう感じでいいの？あ、いいじゃん。サイン用のパンフレット全部、全部手配してます。あ、久しぶりです。久しぶり。あとペン。さっき見たよ。見ます上から。あ、え、来たな。本当ですか？先頭いたんですよ。ペンだね。はい、ペンございます。鈴木さんと書くわけいかないね。でもまあ見える方がいいか。見える方がいい。やっぱり見える方がいい。この辺かこの辺で。この辺かな。そうです。恐れ入りますな。うん、ここね。1、5だね。お疲れ様です。今日はどのぐらい売れたの？あんまり売れてないんです。今日は、まあ、ぼちぼち。ぼちぼち？ああ、それもね、思い出してきた。こういうの取れてもいいと思います。恐れ入ります、はい、あと10分で、はい、任せるね。何回かありました。あれ何に書いてたんだろう。ポスターだよね。はい、あ、じゃあこれそれですね。そういう書いてもらったのね、はい、レポが間違いなく1回目から3回目ぐらいまでやってました。やってたよね、なんかそんなね、はい、忘れてたよやろうよ。あ、じゃあちょっとコピー用紙持ってきて。そうしましょう。サポーターでか、絵とかもらいに行けばいい。こう、盛り上げちゃったよそうですよ。ちょっと抑え、教えてください。なんかやってるかな。これです。レッドカーペットの時に。これが浅草公会堂で売られます。トートバッグ500円です。安い。安い。丈夫なのに500円。丈夫なやつだよね。薄っぺらいやつじゃないんだよ。本当ですよ。失礼します。なんでそんな安くできるの？どういうことなの？何かをちょろまかしてるんですか？おかしいよね。
まだ持ってきてんの。どんどん増えろ。ピン送る大丈夫。ああ大丈夫です。ペンが止まらない。ああ後で詰め替えればいいか。なんとなくなんですけど、お父さん今年、うん、去年よりお元気じゃないですか。元気かな。まだ元気かもしんないな。あれじゃない、やっぱりしばらく涼しかったから。あそうですね、ね、今年涼しいですね。今年涼しかった。今日だけだもんな、暑いの。そうですね、快晴です。今年レッドカップの朝だけ晴れてたって。そうだろ、そうだろ。暑かったよ。晴れ男です。晴れ男だよ、晴らすしかないもんな。たけしさん、来た時ピカーって晴れたから。本当ですね。すげーな、やっぱり。ありがとうございます。頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、ということで、はい、今もうやっとった、なんか突如流しちゃいました。ユースとやってますけど、トートバッグが500円で、パンフレットが1枚いいですね。パンフレットもサインをいただきまして、こちら1000円で、浅草公会堂と上野は水上、いや、でかい会場、でかい会場、でかい会場、係の者にお尋ねください。すみません。浅草上野両方の会場で、お買い求めいただけるように手配します。限定数なのでお早めによろしくお願いします。ということで、下込め会場でお待ちしております。よろしくお願いします。以上です。